今日は、和をもってタッドシとナスという言葉を書かせていただいたんですけれども、人々がお互いにこう思いやって仲良く暮らすということが一番大切だよという言葉を書かせていただきました。日本に住んでいるとすごくこう平和っていう言葉が重みがあまり感じられなかったなということを改めて思いました。すごくこう毎日の悲しいニュースが入ってくるの でだけどやはりこのどこの国にも通ずると思うんですけれども、この和の精神、この人々を思いやるという気持ちで行けば争いもなくなるんじゃないかなというふうに考えております。